はいどうも高校生サッカーで、和歌山の近代和歌山が、千葉の龍慶大柏に PK 戦で勝ったってことで、話題になってますね。で、これについてね、こんな風にね、ゴミとか批判してるやつがいますね。いや、本当許せないなって思いますね。<laughs> あの、PK 戦だってさ、実力のうちだし、 うん、結果が全てだからね。ほんとね、こうやって批判してるやつね、許せないなって思いますね。うん。で、千葉のね、琉系大柏ってね、ほんと名門だからね。いや、ここに勝ったってね、もう大番狂わせよ。いや、ほんとにね、勝ててよかったなって思いますね。うん。 でさ、まあ、こうやってさ、批判してる奴いるけどさ、そのサッカーに限らずさ、そのま、自分が応援してないチームなのかもしんないけどさ、うん、そこのチームだって応援してる人はさ、いるわけだからさ、こうやってさ、批判するやつさ、ほんと許せないなって思いますね。うん。で、やっぱね、今日の試合もね、本当に良かったし、いや、何よりね、竜系大柏に勝った実力だからね、 いや、本当にね、どこまでいけるかね、楽しみですね。てか。